わしは猫仙人、たどり着いたものに実践を挑み、稽古をつけるバイトをしているニャンコ島に住み着いていて、武術の極意をマスターした伝説の仙人や。わし猫仙人は 100% 波動を放つ能力がある。この能力でニャンコ軍団をぶっ倒して大好物のいちご大福を食いまくったるわ。いや、いちご大福好き情報いらんわ猫仙人。俺は甲虫顔ダーク、自らの無力さに絶望する者の前にのみ現れる幻の猫や。俺甲虫顔ダークは属性を持たない敵に超ダメージを与え、必ず敵を一瞬止める能力がある。この力でお前猫仙人を倒したるわ。甘いな甲虫顔ダーク、わし猫仙人に攻撃する前に波動攻撃の餌食にするから超ダメージなんか意味ないぞ。あ、俺甲虫顔ダークは波動無効の能力あるで。なに、卑怯者め。おい甲虫顔ダーク、手伝いに来たよ。私は極上の御霊ダーク。愛しい人との思い出に今も囚われ続ける失った絵を探しさまよう未亡人だよ。私極上の御霊ダークは属性を持たない敵に打たれ強く、必ず動きを遅くし攻撃力を下げる能力があるの。この力と甲虫ガオーダークの力で猫仙人を倒すから高評価よろしく。いや、いきなり高評価をしておねだりやめろ国鳥の御霊ダーク。まあお前らにゃんこ軍団ごときめっためたのボッコボコにしたるわ。行くぞ。うおー、いちご大福食べたいアタック。あー、やられた。あとは任せたぞ謎仮面のうらら。はい、任しとき猫仙人。僕は謎仮面のうらら。一族の掟に従い、塔に訪れた者に試練を課すことになっているが、近年客足が遠のきつつあり、普段は学校の先生として生計を立てている。にゃんこ塔を守る一族の長や。どんなやつでもワープ攻撃で飛ばしまくったるから、かかってこいや。ワープ攻撃使ってくるのはめちゃくちゃ厄介やな。俺甲虫顔ダークはワープ無効の能力ないから、もろにワープ食らってまうねんな。こうなったらあのキャラに助けてもらおう。頼んだぞ漆黒の魔女ダークキャスリー。はい、任せて甲虫顔ダーク。私は漆黒の魔女ダークキャスリー。救いを求める者に終焉という安らぎを与える。呪いに魂を飲まれることで災いそのものと化した魔女だよ。私漆黒の魔女ダークキャスリーは必ず敵を呪い、烈波を放つ能力があるの。この力でお前謎仮面のウララーのワープ攻撃を封じて黒ガオーの攻撃で倒すんだから。調子乗んなよ漆黒の魔女ダークキャスリーと甲虫顔ダーク。お前らみたいな人気があるキャラはめちゃくちゃ気に食わんから、僕謎仮面のウララーがぶっ倒したるわ。行くぞ仮面仮面アタック。あーめちゃ強やかな。にゃんこ軍団の勝利だ。問題です。狂乱のウスネコとウスネコ軍団、勝つのはどっちでしょうか。正解はウスネコ軍団でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。はい、猫と飼い主です。今回は大狂乱の猫モヒカンがボスのデスモヒカン極無双を攻略していきたいねんけど、大狂乱の猫モヒカンを倒せる強いキャラおらんかな。俺に任しとき猫と飼い主。おお、今のは閣竜皇帝グラディオスか。そうや、閣竜皇帝グラディオスや。俺閣竜皇帝グラディオスを激しい方向で全ての生命を破滅へ誘う。龍角山で滅びの光を浴び、真の力に目覚めた閣竜皇帝。裏切り者の大狂乱の猫モヒカンくらい、俺閣竜皇帝グラディオスの属性を持たない敵を必ず吹っ飛ばして遅くする能力でぶっ倒せるぞ。めっちゃいいやん閣竜皇帝グラディオス、早速採用や。ほな次誰編成に入れようかな。何言ってるねん猫と飼い主。裏切り者の大狂乱の猫モヒカンくらいやったら、壁と俺閣竜皇帝グラディオスだけでいけるから。ほな行くぞ。いやめっちゃ勝手に行くやん。よっしゃ、ほな早速俺閣竜皇帝グラディオスが大狂乱の猫モヒカンがボスのデスモヒカン極無双を攻略していくで。まあ大狂乱の猫モヒカンがニャンコ軍団を裏切ったことを後悔するくらいめっためたのボッコボコにしたるわ。やれるもんならやってみろよ閣竜皇帝グラディオス。俺は大狂乱の猫モヒカン。ニャンコ軍団を裏切り大狂乱となることで、圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れた男前な盾紙のウサウサが萌えポイントのニャンコや。お前閣竜皇帝グラディオスも角生えてるから、まあまあかっこいいけど、俺大狂乱の猫モヒカンのモヒカンの方が絶対かっこいいからぶっ倒したるわ。行くぞ。うおモヒカンはかっこいい。ああ、モヒカンにやられた。
あのモヒカンめっちゃ強いわ。もう一体編成に入れてくれ。いや、強いの認めるんかい。余裕みたいなこと言ってたのに。まあ、ほな、あのキャラに助けてもらおうか。ガネーシャエクサ、頼んだぞ。はーい、任しとき、猫と飼い主。おー、ガネーシャエクサか。俺、鶴竜皇帝グラディオスが大狂乱の猫モヒカンを足止めして、遠距離から攻撃してくるクマ先生と師匠をガネーシャエクサが倒すってことやな。ほな、行くぞ、ガネーシャエクサ。はいよ。よっしゃ、次こそ俺、鶴竜皇帝グラディオスとガネーシャエクサで大狂乱の猫モヒカンを倒す。していく。今日は頼んだぞガネーシャエクサ。任しとき鶴竜皇帝グラディオス。俺はガネーシャエクサ。英知の神器巨岩神剣があらゆる薬剤を粉砕する学問を司り繁栄をもたらす富の神や。俺ガネーシャエクサに任しとけば大凶乱の猫モヒカンも気づけばバリカンでモヒカン剃ってまうぞ。いや意味わからんこと言ってんだよガネーシャエクサ。お前一体増えたところで何も変わらんねん。ぶっ倒したるわ。行くぞー。うおいかんそらんといて。ガネーシャエクサナイス。鶴竜皇帝グラディオスもナイス。 1.5 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。ウィンディとサンディアどっちの方が好き？ウィンディの方が人気。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺は断面の王ダーク炎、不条理な運命の輪を憎しみの力で断ち切る激しい怒りの炎で灰から蘇った幻のニャンコや。俺断面の王ダーク炎は必ず敵の動きを遅くし小烈波を放つ能力がある。この能力と黒鳥の御霊ダークの力で狂乱の猫がボスの暗黒脅威超激ムズを攻略していくで。何調子乗ってるねん断面の王ダーク炎。俺は狂乱の猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで破壊的な攻撃力と圧倒的な体力を手に入れたニャンコや。おい断面の王ダーク炎、お前らの鈍足能力はめちゃくちゃ厄介やけど妨害系の能力を持つキャラはステータスが低い。そのステータスじゃ俺狂乱の猫は倒されへんぞ。それはどうかな狂乱の猫。俺ら断面の王ダーク炎と黒鳥の御霊ダークの真の力を見せたるわ。行くぞ。あーシールを直接攻撃された。狂乱の肝猫、あとは任せた。はーい任せとき狂乱の猫。俺は狂乱の肝猫。にゃんこ軍団を裏切り狂乱となることで波動をマスターした遠くの敵を攻撃できる遠距離型にゃんこや。おれ狂乱の肝猫の波動攻撃でどんなやつが来てもぶちのめしたるわ。お前はね狂乱の肝猫、私は黒鳥の御霊ダーク。愛しい人との思い出に今も囚われ続ける失った愛を探しさまよう未亡人だよ。私黒鳥の御霊ダークは属性を持たない敵に打たれ強く必ず動きを遅くし攻撃力を下げる能力に加えて波動無効の能力があるの。だからあなた狂乱の肝猫の波動攻撃は効かないんだから。何波動無効の能力あるんかよ。セコすぎるて。でも俺狂乱の肝猫はニャンコ軍団を裏切って狂乱になることでステータスも上昇した。砂ぐりで全員ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわキモキモアタック。あーこいつら化け物かよ。さすがやな黒鳥の御霊ダーク。やっぱ俺ら断面のダーク炎と黒鳥の御霊ダークのゴリゴリ相手の動きを遅くして倒すコンボは最強やな。そうだね断面のダーク炎、このまま狂乱の巨神猫がボスの我を忘れた猫超激ムズを攻略しちゃおう。そうはいかんぞ断面のダーク炎と黒鳥の御霊ダーク。俺は狂乱の巨神猫、にゃんこ軍団を裏切り狂乱となることで超絶破壊力&強靭な体力を手に入れ超遠距離の波動を放つことができる最高級のニャンコや。波動で全員蹴散らしたるわ。行くぞ。うおー巨神アタック。あーどっちも波動無効あるの忘れてた。鈍足コンビが最強や。問題です。ゾンビを吹っ飛ばして動きを遅くする能力があるのはどっちでしょうか。正解は滅殺ハヤブサでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団に猫の国を繁栄に導く女王がおるらしいね。まあ女王とか言っても所詮ヘッポコニャンコ軍団の女王、絶対戦闘能力も低くて全然可愛くない女王なんやろうな。まあほな俺長崎県のワンコが最強の噛みつき攻撃でボコボコにしてやるわ。いやめっちゃ可愛いやんけ。猫の女王って言うから四足歩行のマジの猫やと思ったらめっちゃ可愛い女の子やんけ。こんな可愛い人が女王とか羨ましすぎるぞニャンコ軍団。まあでも可愛いだけで戦闘能力は低いはずやから
から俺長崎県のワンコが倒してやるわ。行くぞー。あー普通に強いやんけ。悪の猫帝王、猫女王を倒してくれ。はい、任しとき長崎県のワンコ。俺は悪の猫帝王、滅びの呪いと烈火を再現なく放ち、破滅の王として世界に終止符を打つ。深き森で古の強大な魔力に蝕まれ、ついには自我を失った猫の国の当事者や。まあ俺は猫の国の当事者やったねんけど、今はなぜかワンコ軍団に入ってる。ニャンコたちには申し訳ないけど、今日はお前らニャンコ軍団を壊滅させてやるわ。僕は未来猫、好物は猫缶と猫ボンカレーの未来の国からやってきた二足歩行型のニャンコや。おい悪の猫帝王、よくもニャンコ軍団を裏切ってくれたな。お前悪の猫帝王みたいなやつは、僕未来猫の古代種に超打たれ強い能力で攻撃を耐えまくってメッタメタのボコボコにしてやるわ。やれるもんならやってみろよ未来猫、返り討ちにしてやるわ。おーい未来猫、助けに来たよ。私は猫女王、王家に伝わる魔導書や禁書にも精通している。豊富な知識で猫の国を繁栄に導く女王だよ。おい悪の猫帝王、よくもニャンコ軍団を裏切ってくれたな。絶対に許せないんだから。おー猫女王か、久しぶりやな。猫女王よ、ニャンコ軍団なんかよりワンコ軍団はめっちゃキャラへの待遇がいいぞ。俺悪の猫帝王も俺専用ステージを作ってもらえたしな。猫女王もワンコ軍団入りや。専用ステージなんて作ってもらえるの？もうニャンコ軍団やめてワンコ軍団に入る。いやあかんわ、猫の国の女王が簡単にワンコ軍団に寝返るなよ。やられた。おいみんな助けに来たぞ。俺は破壊神ジャガンドージュニア、イヤイヤ期に突入しそこら中で暴れ回っているニャンコ軍団により立派に育てられた破壊神の子供や。おい悪の猫帝王、お前なんか俺破壊神ジャガンドージュニアの破壊力を持ってコッパみじんにしてやるわ。何調子乗ってるね破壊神ジャガンドージュニア。確かに悪魔編に出てきたお前の親である破壊神ジャガンドーには恐れた時期もあったけど、お前破壊神ジャガンドージュニアなんか弱すぎて相手にならんわ。俺悪の猫帝王の烈火攻撃で焼き尽くしたるわ。あ俺破壊神ジャガンドージュニアは烈火攻撃無効持ってるで。いや烈火攻撃無効持ってるんかい、それはちょっと聞いてないわ。俺悪の猫帝王の強み消してくるなて。まあでもそんなこと言っててもしゃあないから、砂栗でお前らニャンコ軍団を壊滅させたるわ。行くぞー。うわこれが俺の力や。レッパ向こうはずるい。なんかどっちがニャンコ軍団かわからんかったな。問題です。猫半魚人と大狂乱の天空の猫、勝つのはどっちでしょうか。正解は猫半魚人でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はフンドの武神前田刑事、先起こった桜は武将の意志を奪い破壊への衝動へと駆り立てる戦国武将や。俺フンドの武神前田刑事は黒い敵に打たれ強く、体力減少で攻撃力を大幅上昇する能力がある。この力で経験は極上の味、超激ムズを攻略していくで。そんなことはさせないよフンドの武神前田刑事。僕は黒沢監督、いつも売れない作品ばかりを作るが、作中のお色気要素には定評がある。世界的に有名な映画の巨匠を意識した泣かず飛ばずの映画監督だよ。僕黒沢監督が僕ら黒い敵に打たれ強いだけのフンドの武神前田刑事をぶっ倒すよ。フンドの武神前田刑事だけじゃないぞ黒沢監督。俺は天魔織田信長、地獄の亡者どもを従え闇の世界から天下統一を目指すニャンコの煩悩で第六天魔王へ変化した織田信長や。俺天魔織田信長の黒い敵の動きを必ず止める能力と、フンドの武神前田刑事の黒い敵に打たれ強く体力減少で攻撃力が大幅上昇する能力でお前ごときぶっ倒したるわ。ブラックブンブン、あとは任せた。はい任しとき黒沢監督、俺はブラックブンブン。愛ゆえにお前を天に返すのだとわけのわからない愛情で突然殴ってくる危険な先生や。俺ブラックブンブンの拳で殴られるとあの世が見える。だからお前らフンドの武神前田刑事と天魔織田信長にまとめてあの世を見せつけたるわ。おおやれるもんならやってみるよブラックブンブン。俺ら天魔織田信長とフンドの武神前田刑事のコンビアタックでぶっ倒したるわ。いくさー。うわー
黒い敵絶対倒すアタック。ああ、やられた。ブラックサイクロン、こいつらを倒してくれ。はい、任しとき、ブラックブンブン。俺はブラックサイクロン。超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない恐ろしい黒いサイクロンや。俺ブラックサイクロンはニャンコ軍団を吹っ飛ばす能力がある。この力で全てを吹き飛ばしたるわ。そんなことはできひんぞブラックサイクロン。俺フンドの武神前田刑事の黒い敵に打たれ強い能力でお前らの攻撃を耐えて、後ろから天魔織田信長の黒い敵の動きを止める能力で永久停止するコンボにお前ブラックサイクロンはめっためたのボコボコにされんねん。その言葉そのまま返したるわ。行くぞ。うわー、ぐるぐるアタック。あー、こいつらバケモンかよ。にゃんこ軍団の勝利や。チャンネル登録、高評価よろしく。バウシネコ、ニャンコ軍団の中でも俊敏な動きで移動力に優れたキャラや。今日は裏切り者の狂乱のウシネコがおるらしいから、ニャンコ軍団のチームウシネコで成敗しに行くで。やれるもんならやってみるよウシネコ。俺は狂乱のウシネコ。ニャンコ軍団を裏切りワンコ軍団に入ることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れたウシネコや。お前らニャンコ軍団ごときのウシネコに強化された俺狂乱のウシネコが負けるわけないやろ。黙れ裏切り者。てかなんでニャンコ軍団を裏切ったね。裏切り者の狂乱の牛猫。そんなもん力が欲しかっただけや。いや給料が安すぎただけや。一回出撃するのに750円は安すぎやろ。こっちは命かけて最速で最前線でヘッドバンキングしてんのに750円はひどいて。まあ確かにそれは俺らニャンコ軍団の牛猫も思ってるけど、裏切るのは違うやろ。裏切り者の狂乱の牛猫、お前にはニャンコ軍団への感謝の気持ちってもんがないんか。うるさいねん。お前らももうじき嫌になってワンコ軍団に入ることになるわ。まあお前らには全員ここであのように言ってもらうけどな。行くぞ狂乱の牛牛ヘッドバンキング。あークソが、こうなったら進化したるわ。よっしゃ、狂乱の牛猫から大狂乱の猫ライオンに進化したったで。なんかニャンコ軍団の牛猫どもは進化して猫ライオンになってるけど、進化した時のパワーアップ具合もワンコ軍団の方が高いから進化しても勝ち目はないぞ。おーい猫ライオン軍団、助けに来たぞ。俺は高獣がオーダーク、自らの無力さに絶望する者の前にのみ現れる幻の猫や。俺高獣がオーダークはお前ら裏切り者の大狂乱の猫ライオンみたいに属性を持たない敵に超ダメージを与えて必ず動きを止める能力がある。この力でお前ら裏切り者の大狂乱の猫ライオンをぶっ倒したるわ。おい高獣がオーダーク、お前は確か1回の出撃で6000円くらいもらえてるよな。俺大狂乱の猫ライオンの8倍ももらってるよな。絶対に許さん。お前だけは絶対に許さんぞ高獣がオーダーク。何をそんな怒ってるねん大狂乱の猫ライオン。俺高獣がオーダークの給料は高いけど再生産がなかなかできひんから、多分お前大狂乱の猫ライオンの方が稼いでるんちゃうか。ああ確かにそれはそうかも。まあなんでもええ、お前らニャンコ軍団に俺大狂乱の猫ライオンのヘッドバンキングでぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー大狂乱のライオンアタック。ああニャンコ軍団に戻ります。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はワンコ、長崎を守るワンコや。なんかニャンコ軍団に猫かどうかもわからん正体不明のキャラが仲間になったらしいねん。正体不明っていうのはめちゃくちゃ不気味で怖いけど、所詮ニャンコ軍団みたいなヘッポコ腰抜け集団の仲間になるくらいやから大したやつやないな。まあ俺長崎県のワンコがどんな恐ろしい怪物が出てきてもボコボコにして二度とワンコ軍団に歯向かわれへんようにしたるわ。いやでかいな、でかすぎて顔見えへんやんけ。法廷手4本入ってるやんけ。どういう生物やねん。まあ確かに正体不明って感じで怖いけど、どうせ体がでかいだけで俺なんか最近のワンコには勝たれへんのや。俺がお前を倒したるわ。いくぞ。頭突きしてきやがった。メタルサイクロン、こいつを倒してくれ。はい任すとき、長石剣のワンコ。俺はメタルサイクロン。鉄製であるがゆえ動くことができず、鉄くずを撒き散らしながら破壊を続け、超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けないメタルなサイクロンや。なんか今日はこいつらニャンコ軍団が攻めてきてるけど、どうせクリティカル攻撃できひんやつばっかりやろ。それなら俺のメタルな防御力でボコボコにしたるわ。僕は猫ぐるぐるフープ。おひねりでフープを買い足しては前代未聞のパフォーマンスに挑戦するニャンコや。僕のたまにメタルな敵の動きを止める能力でお前メタル
サイクルをコテンパンにしてやるわ。いや、寝言は寝てから言え。お前がコテンパンにされんねん。おーい、ニコぐるぐるフープ、助けに来たぞ。俺はポセイドラグーン、創造の果実を手に入れ、世界の秩序を破壊する、海に浮かぶ大陸までも支配する驚異的な神や。俺、ポセイドラグーンはゾンビとメタルな敵の動きを必ず止めることができるんや。これでお前、メタルサイクルも終わりや。いや、どんだけ動き止めてくるねん。猫ぐるぐるフープといい、どんだけ動き止めてくるねん。動き止められるのはだるいけど、そこまで止めんでもいいやろ。動きを止めれるやつよりクリティカル出せるやつ出撃させな勝たれへんで。は？何言ってるねん、メタルサイクロン。お前の動きを止めてゴリゴリ攻撃してクリティカルなしで倒しきるんや。いや、脳筋戦法すぎる。おーい、みんな助けに来たぞ。俺はクビランパサラン、猫なのかストリートで戦う相撲レスラーなのか全く正体不明の謎のキャラクターや。なんかメタルサイクロンが大暴れしてるらしいな。こいつはメタルな敵やから厄介やけど、俺は必ずクリティカルの波動を放つことができるから全然厄介じゃない。一方的にメッタメタのボッコボコにしてやるわ。何調子乗ってんねん、クビランパサラン。お前なんか体でかくて首長いだけの雑魚やんけ。なあなあ、クビランパサラン、クビランパサランの首なら僕、猫ぐるぐるフープのフラフープめちゃくちゃつけれるんちゃう。あー、俺フラフープできひんねん。いや、できひんのかい。根本的な問題やないかい。まあ、もし首ランパサランがフラフープできたら100本ぐらいできそうやな。いや、100本は言い過ぎやろ。そうやって話を誇張するのは良くないと思うで、メタルサイクロン。いや、なんやねんこいつ。確かに言い過ぎたかもせえへんけど、そんなマジレスしてこんでええやんけ。お前、首ランパサラン絶対友達少ないやろ。まあ、俺メタルサイクロンがお前らニャンコ軍団をボコボコにして、メタルな俺が最強ってことを証明したるわ。いくぞー。うわー、これがメタルの力や。クリティカルはゴミ。フラフープの練習してみよう。チャンネル登録高評価よろしく。俺は猫ゾンビ、ゾンビメイクを施した戦闘向き高級ユニットで猫フィッシュよりも扱いやすいニャンコや。俺、猫ゾンビの進化系、猫ボーンがニャンコ軍団を裏切ったらしいから、猫フィッシュより扱いやすい力でメッタメタのボッコボコにしたるわ。いや、猫フィッシュより扱いやすくないやろ、猫ゾンビ。俺は猫ボーン、ニャンコ軍団を裏切り、高鳴るハートが止まらない戦闘向き高級ユニットで、猫フィッシュよりも扱いやすいニャンコや。いや、別にお前、猫ボーンも猫フィッシュより扱いやすくないやろ。自分だけ棚にあげんなよ。はあ、少なくてもお前猫ゾンビよりは扱いやすいわ。こうなったら視聴者のみんなに聞いちゃおう。みんなは俺ら猫ゾンビ、猫ボーンが猫フィッシュよりも扱いやすいかどうか高評価とコメントで教えてくれ。おーい、猫ゾンビ、助けに来たぞ。俺はデスハーデス、創造の果実を借り、全ての業を救済する罪深き命を常闇へと誘う冥界の大いなる神や。おい猫ボーン、猫ゾンビはゾンビメイクしただけのニャンコやけど、お前はどうなんや。ただのコスプレなんか、それとも蘇ったゾンビなんか。いや、どう考えても蘇ったゾンビやろ。完全に肉なくなってるやろ。どこ見とんねん。ほんまにこいつ冥界の大いなる神か。いや、猫ボーンは蘇ったゾンビじゃない。俺はパーフェクトアヌビス、創造の果実に導かれ、罪深き魂の根を断ち切る冥界を支配する新たな力を手に入れた死者の神や。みんな見てくれ、猫ボーンは肉ないって言ってるけど、腕と足には肉がある。これは間違いなくコスプレや。いや、アホなん？死者の神パーフェクトアヌビス、判断基準腕と足なん？絶対腹に肉ない方が蘇ったゾンビの条件やろ。まあ、なんでもええわ。コスプレゾンビとか冥界の神とか知らんけど、全員ぶっ倒して俺猫ボーンが最強ってことを証明したるわ。行くぞ。うおー、ボーンアタック。あー、またあの世クリア。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱の猫フィッシュ、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで攻撃力と体力が爆発的に上がった猫フィッシュや。今日もニャンコ軍団が攻めてきてるねんけど、その中に寿司がおるらしいねん。ニャンコ軍団に働かされるだけじゃなくて、寿司にされて食料にもされるってめっちゃかわいそうやでな。同情してまうわ。俺らは猫国情、わてら敵に回すんやったらいくらでも相手したる上がりより熱いハートで吠える高級盾ニャンコや。なんかこいつ狂乱の猫フィッシュが俺らが寿司にされてかわいそうとか言ってたけど、全然そんなことはない。俺らは
分らで寿司になりたくてこの姿になったんや。勘違いすんな、狂乱の猫フィッシュ。いや、癖強いな。寿司になりたいやつなんかおらんやろ。ほれ、お前は魚のままやから俺ら猫極上に語れへんねん。お前ら何の種類の魚か知らんけど、寿司になれ。狂乱の猫フィッシュ寿司になれ。いや、どんだけ寿司になってほしいねん。てか、お前ら猫極上寿司のくせに大砲撃ってくるやんけ。どういう仕組みになってるねん。おかしいやろ。おい、猫極上、助けに来たよ。私は宝玉の人魚姫ルリー。画面の向こうの愛しい彼が生きる力を与えてくれる偉大な恋の力で美貌と両足を手に入れた人魚姫だよ。うわ、寿司じゃないやつ出てきた。てか寿司食べそうなやつ出てきた。おい猫極上、お前人魚姫ルリーに食べられてまうぞ。食べられへんわ、俺らとルリーはそんな関係じゃないんや。わあ、イクラのお寿司美味しそうだな。いや、食べられそうになってるがな。美味しそうって言ってるぞ。じゃあ耳にかかってるエビなら食べていいよ。いや、エビはいいんかい。普通にあかんやろ。おい、みんな助けに来たよ。私は流水の精霊王水マリリン。天の川を水源とする水柱はバリアを貫く力を持つ。星座をも洗い流す強大な力を手にした流水の精霊王だよ。俺は超メタルカバちゃん。俺のメタルな体はクリティカル攻撃でしかダメージを与えられへん。だから水マリリンなんか来ても意味ないぞ。あ、にゃんこそばおるんかい。にゃんこそば、クリティカル攻撃ありありがとう。クソ、超メタルカバちゃんもやられた。こうなったらさらに狂乱の猫フィッシュ仲間を集めてお前ら全員ボコボコにしたるわ。いくぞー。うおー、お魚をなめるな。俺も寿司にしてくれ。チャンネル登録、高評価よろしく。何こいつら、こんな雑魚野郎に私、オカメガオが負けるわけない。絶対負けないんだから。私はオカメガオ、漆黒の仮面に秘められた悪しき乙女心が、群がる男衆に悪意の吐息を撒き散らす仮面をかぶった赤ら顔よ。私、オカメガオを 100% ニャンコを吹っ飛ばす能力があるの。この能力でニャンコ軍団を全員吹き飛ばしてあげるわ。お前、オカメガオなんか僕ら一種で倒せるわ。あ、今の誰？私、オカメガオは最強よ。わけがわからないこと言ってくる奴はぶっ飛ばしてやるわ。僕らは重機 CAT、猛ダッシュから繰り出される一戦で敵を粉砕する社会復帰のため工事現場で働き始めた装甲型キャラよ。おい、オカメガオ、お前らなんか僕ら重機 CAT のたまに黒い敵の攻撃力を下げる能力でメッタメタのボコボコにしてやるわ。ああ、それだけで私オカメガオに勝てると思ってるの？勘違い野郎は私オカメガオがボスの極楽浄土超極ムズで返り討ちにしてやるからかかってきなさい。行くぞー。よっしゃ、ほなオカメガオがボスの極楽浄土超極無造を僕ら重機 CAT 一種で攻略していくで。ちなみに僕ら重機 CAT のレベルは50で、ニャンコンボは研究力アップ中プラス大を使ってるんや。おお、レベルはマックスまで上げてもらってるのね、重機 CAT。 でもそれだけじゃ私オカメガオには勝てないわよ。あ、僕ら重機 CAT は本能で超ダメージの能力を解放してるから、お前らみたいな黒い敵に超ダメージを与えることができるで。なに、そんなことができるの？マジで鬱陶しいんだけど、なんなの？てか、あなた重機 CAT なんでダンボールの中に入ってるの？足のメカは立派なのにダンボールって急に脆くなりすぎでしょ。え、にゃんこ大戦争にそういう概念ないから大丈夫やで。何言ってるの、オカメガオ。いや、いきなりのマジです。別にそんなこと言ってないやん。私オカメガオだってにゃんこ大戦争にそういう概念ないの知ってるけど、そういうことじゃないでしょ。てか、もういいわ。あなた重機 CAT みたいに可愛くないやつは私オカメガオの吐息で粉砕してやるわ。行くぞー。うおー、オカメの吐息を食らえ。あー、やられた。一応本能の基本体力アップも解放してるで。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はブンブン先生、クマ先生の恩師で体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。なんかこいつら金ピカ軍団が俺ブンブン先生を倒そうとしてるらしいけど、お前らみたいな金ピカなことだけが取り柄のやつにできるわけないやろ。なめんなよブンブン先生。僕は金猫、金箔を身にまとい超豪華になった。もちろん性能は猫と同じな猫や。おいブンブン先生、お前みたいなシンプルな白い見た目で飾り気もなんもないやつが生きてボスなんかすんな。
な、ぶっ倒したるわアヌビスが。おーい金猫、助けに来たぞ。俺はパーフェクトアヌビス、創造の果実に導かれ、罪深き魂の根を断ち切る、冥界を支配する新たな力を手に入れた死者の神や。おーいブンブン先生、お前は俺パーフェクトアヌビスがぶっ倒したるわ。いや、お前は犬やからワンコ軍団やろ、パーフェクトアヌビス。もしパーフェクトアヌビスのことをイヌビスやと思ってる人は高評価よろしく。ほーな、このまま俺ブンブン先生の拳で金ピカ軍団をぶっ倒したるわ。行くぞ。うわブンブンアタック。ああ、俺も金ピカにしてくれ。あとは任せた、大狂乱のむき足猫。はーい、任しとき、ブンブン先生。俺は大狂乱のむき足猫。にゃんこ軍団を裏切り、大狂乱となることで、体力と波動攻撃が強化された、筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。なんか金ピカ軍団が攻めてきてるらしいけど、俺、大狂乱のむき足猫のムキムキボディでメッタメタのボコボコにしたるわ。やれるもんならやってみるよ、大狂乱のむき足猫。さっきのブンブン先生との戦いでは俺パーフェクトアヌビスだけやったけど、今回はデスハーデスも連れてきたから余裕でお前大狂乱のむき足猫ごとき倒せるぞ。よろしくな、デスハーデス。はーい、任しとき、パーフェクトアヌビス。あ、間違えた、パーフェクトアヌビス。俺はデスハーデス、創造の果実を借り、すべての業を救済する、罪深き命を常闇へと誘う冥界の大いなる神や。なんかお前大狂乱のむき足猫は筋肉が自慢らしいけど、筋肉なんか神の前では無力、サクッと倒したるわ。なめんなよデスハーデス、お前らに俺大狂乱のむき足猫の鍛えられた足から繰り出される波動攻撃をガンガン当てまくったるわ。行くぞ。うおー、ムキムキアタック。あー、これが金ピカの力か。金ピカ最高。チャンネル登録高評価よろしく。はい、猫と飼い主です。今回は経験値ステージの経験は超極上の味、極むずを攻略していきたいねんけど、黒い敵に強いキャラで固めて攻略しても面白くないから一種攻略とかしたいねん。誰かいいキャラおらんかな。私に任せなさい猫と飼い主。え、今の暗黒城？今最近動画で出したばっかりなのにまた暗黒城って思ったでしょ猫と飼い主。いや、めっちゃバレてる。3日前に出したばっかりやのにまた暗黒城かよって思ってたのもろバレてる。まあいいわ、それくらい私暗黒城が強いってことだからも文句ないでしょ。まあ強いのは分かってるけど、経験は超極上な味、極むずはブラックブンブンとか黒沢監督とか強い黒い敵が大量に出てくるやん。ほんまに大丈夫？まあ見ときって、私暗黒城の波動攻撃で全員焼き払ってやるわ。行くぞー。ほんまにいけるかな。よし、じゃあ私暗黒城が経験は超極上の味、極むずを一種で攻略していくわよ。私暗黒城はアフターファイブには映画ばかり見ている蛍光灯を振り回す危険極まりないキャラで、赤い敵と黒い敵に滅法強く、本能解放で波動攻撃、生産コスト割引を手に入れることができるの。この能力でこいつら黒い敵軍団をめっためたのボコボコにしてやるわ。あんま調子に乗るなよ暗黒城、黒い敵は最強だよ。よっしゃ、あとは任しとけ黒沢監督。俺はブラックブンブン、愛ゆえにお前を天に返すのだとわけのわからない愛情で突然殴ってくる危険な先生や。俺ブラックブンブンに殴られるとあの世が見えるで。おい暗黒城、何が暗黒か知らんけど間違いなく俺ら黒い敵の方が暗黒やから、真っ黒やから。いや、どこでマウント取ってきてるねん。別に暗黒レベル競ってるわけちゃうねん。意味がわからないわ。何、暗黒レベルで勝負してないって？じゃあ何で勝負してんの？わけわからんねんけど。いや、どう考えても強さ勝負してるやん。思いっきり殴ってきてるやん。まあいいわ、あなたたち黒い敵みたいなわけわからないやつは私暗黒城の波動攻撃で焼き払ってあげるわ。行くぞー。うおー、あー、暗黒の力見せてやるわ。あー、強すぎやろ。使用ニャンコンボは研究力アップ中プラス大よ。チャンネル登録高評価よろしく。
俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。みんな猫ムートを知ってるか？そう、あの初期の頃からおる猫ムートや。俺らワンコ軍団はその猫ムートに散々苦しめられてきた。あの圧倒的なパワーは敵ながらすごいと思う。でも俺、長崎県のワンコは特訓して猫ムートに負けへんパワーを身につけた。今日は猫ムートを倒してやるんだ。行くぞー。いや、思いっきり進化してるかな。めちゃくちゃスマートボディになってるやんけ。俺、長崎県のワンコがイメージしてたのは第一形態の猫ムートや。勝手に進化してくるなて。でもまあ、なんでもいいわ。特訓した俺、長崎県のワンコは一味違う。お前、暴走の猫ムートを倒したるわ。行くぞー。あー、こりゃ無理や。破壊生物クオリネン、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、長崎県のワンコ。俺は破壊生物クオリネン。地球を破壊する目的だけに送り込まれた超破壊生命体のはずが、手違いで月に降り立ちクレーターを作り続ける毎日を過ごすクリオネや。来たな、覚醒の猫ムート。お前なんか俺がめっためたのボコボコにしたるわ。あー、強すぎやろ。反逆のバルキリー、こいつを倒してくれ。はい、私に任せて。破壊生物クオリネン、私は反逆のバルキリー。踊り疲れたリスコの帰り、間違って持ち帰ってしまったワングリルの呪いにより、ニャンコ軍団に戦いを挑み始めた女神だよ。てか、覚醒の猫ムートいっぱい出てきすぎでしょ。どうなってるの。ニャンコ軍団にいた時から私より強い立場に嫌がって気に食わないのよ。私、反逆のバルキリーが倒してあげるわ。行くぞー。あー、卑怯者、暴走の猫ムート、あとは任せた。はい、あとは任しとき、反逆のバルキリー。俺は暴走の猫ムート。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。おい、覚醒の猫ムート、お前なんか俺、暴走の猫ムートの足元にも及ばんのや。俺らワンコ軍団の勝利や。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんか、ニャンコ大戦争の大型アップデートで、新レジェンドクエストで手に入るキャラの第三形態が実装されたらしいね。まあ、第三形態になったところで俺、長崎県のワンコには勝たれへんねんけどな。出た、土偶戦士ドグエモンや。こいつは新レジェンドクエストの原始に宿る魂をクリアしたらゲットすることができて、属性を持たない敵に打たれ強い能力があるからめっちゃ厄介なんや。てかあれ、まだ第三形態になってないやん。ほうな、お前なんか余裕で倒せるわ。行くぞー。ああ、クソハニワ野郎が。カオル君、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、長崎県のワンコ。俺、カオル君ならこんな土偶野郎一瞬でバラバラにできるわ。あー、なんやこの土偶。ニャンダム、あとは任せた。カオル君、あとは任せな。俺、悪の帝王ニャンダムのグラスに入ってるのワインと見せかけてコーヒーゼリー屋で攻撃で倒してやるわ。あー、見抜かれてたか。ブンブン先生、こいつを止めてくれ。よっしゃ、あとは俺、ブンブン先生に任しとけ。ハニワかドグーか知らんけど、そんなやつ俺の拳で粉々にしたるわ。え、どういうこと、何これ。いや、めちゃくちゃベビーラッシュ使ってるかな。まあ、そんな小賢しい手を使っても俺、ブンブン先生は倒されへんからな。行くぞー。うおー、負けへんぞ。あー、このドグー強っ。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はエイリワン。地球を侵略しに来たワンコや。地球という惑星にはニャンコ軍団とかいうやつらがおるねん。こいつらが今地球を支配してるらしい。だからこいつらを攻め落として地球を強奪するのが我々エイリアンの目的や。ニャンコ軍団にはどんな兵士がおるんかな。まあ、どんなやつが来ても倒すだけやけどな。来た、ニャンコ軍団。え、逆さまなってるやん。もしかして無重力？ってことはお前エイリアンか。なんでエイリアンのくせにニャンコ軍団の味方してるねん。そんなやつは俺が成敗してやる。行くぞー。あー、負けました。僕は猫島、ニャンコたちのバカンスに最適な形状にまで進化したキャラや。なんか洗脳されし猫島が大暴れしてるらしいけど、僕ら猫島と大狂乱の猫島でぶっ倒したるわ。なめんなよ猫島。俺は洗脳されし猫島、悪の洗脳が強まったことで汚染された大地となったキャラや。お前ら猫島とか大狂乱の猫島とかの時代は終わり、今日からは洗脳されし猫島の時代や。なに、調子乗ってるね。洗脳されし猫島、僕ら猫島とか大狂乱ラの猫島が最強ってことを証明したるわ。行くぞー。うおー、しましまアタック。洗脳えぐいて。
やあ僕神様だけど、みんなにゃんこ大戦争は楽しんでくれてるかな。なんか蝶猫祭に伝説レアの行幸のイザナギが実装されたらしいけど、強いのかな。精霊を召喚したり属性を持つ敵に極ダメージを与えたり厄介な能力が多いけど、まあぶっちゃけ僕神様より強いキャラなんていないよね。ぶっ倒すよ。うおー、神様の雷、めちゃ強やがな。私は森の三つ子をホステスだった母親蜂に捨てられた悲しい過去を持つ夜の歓楽街に君臨する女王様よ。私はお客との距離感を大事にしてて、不用意に近づく客には毒針をお見舞いして動きを遅くするわ。この力でこいつら猫じゃらみ軍団なんか余裕で倒しちゃうよ。なめんなよ森の三つ子、俺は洗脳されし猫じゃらみ。アークの洗脳によって凶暴化し複数の体制を取得した。超絶破壊力&強靭な体力の破壊を司る凶悪猫や。ボーイ森の三つ子、お前は動きを遅くする能力が自慢らしいけど、俺洗脳されし猫じゃらみは動きを遅くする無効やぞ。なに、めちゃくちゃうざいじゃない、ふざけんなよ。でも他の猫じゃらみは動きが遅くなってるようね。あなた洗脳されし猫じゃらみはナマルケモルルに任せてガンガン倒しちゃうわ。行くぞ。うおー、チクチクアタック、あー洗脳強すぎ。俺やワンコ、長崎県を守るワンコや。みんなエヴァコラボは楽しんでるか。俺長崎県のワンコはめちゃくちゃ楽しんでるで。法廷にゃんこ軍団にはエヴァのキャラがめちゃくちゃ仲間になってるらしいけど、どんなやつが仲間になってるんやろ。いやなんやこいつ、エヴァ初号機の頭をかぶった猫キリンか。意味がわからんやろ。てかちょっとキモいやろ。ほんまにゃんこ軍団はいつもちょけてばっかやな。お前みたいなちょけたキャラは俺長崎県のワンコがぶっ倒したるわ。行くぞ。あー強いんかい。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録、高評価よろしく。